ン一気にこれポーンじゃないですからね。そんなわけないでしょ、かっこよくでシュッシュッシュって投げてもらいましょう。わかりました、見てください、ケープノリノリなんですよ。そうね、すっごいノリノリ、私も乗っちゃうとね、もっとブレるんで、はい、真面目にいきます。真面目にお願いします、真剣ですからね。はい、いきます、レッドゴーです。のさあ始まりました、1本目2本目をいい感じに決まってますよ。最後まで集中してね、落ち着いてください。よかったね、ケープ。はい、あ、そんなとやることありますよ、ね、みんなわかる。お片付けが大事ですよね。そうそう、お片付けまでがね、大事ですから。はい、ご苦労様でした。あら、綺麗に片付けくれました。皆さんもね、ケープを見習ってね、お片付け上手になってください。さあ、ここまでいろんなこと披露してきましたが、なんと次が最後です。はい、早いもんですね。そうなんです。最後は、ケープの得意な大ジャンプでこのオットセーションバスト決めたいと思います。ジャンプ2回目じゃんみたいな感じに思ってません？いやいやいや、道具が変わりますよ。そうなんです、赤いボールついてます。このボールがお花のサイズになるのか、ボールが変化しませんよ。そう、ここのね、音の音声、女子が強いです。女子が強いです。男の子は負けないですね。はい、よくあるのが気になって大丈夫です。大丈夫です。赤いボールでお花がついたら大成功です。垂直ジャンプ、ケープが飛べる限界ギリギリ、この高さに挑戦です。さあ、じゃあこのジャンプ皆さん見逃さないようにお願いします。よろしくお願いします。それではケープ自信ありますか？私、これはあるみたいですよ。 OK、 それでは行きましょう。小田慎太郎先生も赤いボールにピッタバッと行ってください。それでは行きます。頑張って、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。皆さん、本日は最後までの応援ありがとうございました。ケープ、今週の力を込めて、せーの、おいしい、バイスシャンプー。よろしくお願いします。あら、最後のシャッターチャンス来ましたよ。そう、シャッターチャンスです。結構生臭いのでね、皆さん知ってました？すごい長かったよ。まあ、でもね、ここまで楽しく頑張ってこれたな。